こんにちは。今回は2021年の東邦大学医学部について、数学の攻略法についてね、簡単に紹介してみたいと思います。まず特徴的なのは時間が割と長いです。90分あります。この90分で小問が10問あります。これはこの3年ぐらいこの傾向できていますから、おそらく2021年も同じ形式だと思いますが、昔を遡ると小問が15問あったりする年もありましたので、まあこれをご注意くださいという感じではあります。で、昨年度の正規の合格ラインが 67% と聞いております。ですので目標は 66%、 3分の2から 70% を目標としてもらえればと思います。ただし、400点中のですね、数学は100点なんですね。英語と理科で150になってますので、まあ、若干数学が苦手という人も、まあ、他の教科で挽回可能という意味では、死守ラインとしてはやっぱり6割なのかなと、半分だきついかなっていう感じの印象です。で、難易度なんですけども、大学のレベルの割には優しい問題が並んでいるという印象です。例えば最初の方の問題であれば、1分2分で終わるような問題もあったりします。なんですけども、10問並んでいるうちの、もう最後の3問、4問になってくるとね、ちょっと難しいなって、読んだだけじゃ全然わからないじゃないかっていう問題になります。配点をどういうふうに調整しているのかわからないですけども、例えば最後の4問落としたとして、最初の簡単なゾーンの6問取ればもう6割なんですよね。ですので、まず前半部分で失点しないということが何しろ大事かと思います。そして数学ができる人たちにとっては、他の教科ができないと苦しい入試ですから、まあ、若干不利な可能性もありますが、後半の部分の問題をきちんと完答する人たちというのは決して多くないですから、粘って粘って後ろの方の得点を稼ぐという作戦でいけばいいのかなと思います。で、品質分野なんですけども、これはもうないです。なしってなんだって感じだと思うんですけど、小問集合でいっぱいいろんな問題を出すためにですね、あれも出す、これも出す、あれも出す、これも出すって感じなんですよ。特にデータの分析が数1の教科書に載ってからはほぼ毎年のように出ています。で、数3の微分も当然必要、複素平面も出るということで、ちょっと山を張ることは難しいかなという感じです。今これを試験直前に見ているという人は、逆に穴があったらまずいんですよ。だから整数の穴がないかな、 N 進法とか穴がないかなとか、近年他の大学でも出てきているデータの分析に穴がないかなとか、二次曲線忘れてないかなとかね、そういうことをするのがいいんじゃないかなと思います。そしてまだこの動画を見てから、入試まで時間があるぞという人は、東邦に絞った勉強というよりも他の大学の勉強をしっかりしていけば、自動的に東邦の対策にもなります。なので、いろんな大学の過去問をしっかり対策するというのも悪くないのかなという感じがします。なので、山を張れと言われてもそれは無理だよということです。全部出ますから、全部の勉強をしっかりとやっていただければと思います。はい、ということで、東邦大学に関してはもう優しい問題をまず絶対に落とさない、そういう計算力、精神力が大事であり、難しい問題は正直我々プロが問題読んだだけでもっていうことがあるんですよね。ただそれでも、まあとりあえずわけわかんないけど手動かしてみようかなーっつって、ガチ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 手を進めてみると、なんてことがあったりするんですよ。なので諦めない心というのが大事ですからね、絶対受かってやるんだって思いで、ぜひ頑張ってやってもらえればと思います。では他の大学のね、対策動画もしっかり、話していきたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録ポチッとしてもらってね、他の大学動画も見てもらえれば嬉しいなと思います。ではまたどっかの大学のね、対策動画でお会いしましょう。バイバイ。